テレビアニメもう一本スペシャル生配信、青葉西高校柔道部全員集合。園田道役の伊藤彩紗です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、滝川さない役の安西ゆかりです。よろしくお願いします。そして、はい、日浦とは役の三浦千秋です。よろしくお願いします。はい、南雲アンナ役の日枝ねねです。よろしくお願いします。はい、姫の紬役の永瀬アンナです。よろしくお願いします。というわけで、テレビアニメもう一本の生配信特番が始まりました。イエーイ。特番はなんと1月以来ということで、約2ヶ月ぶり、うん、が始まって直後だったから、うん、本当にもう、うん、なんと今9話までやってきたわけなんですけど、そういうのなんですけども、今回は姫の先輩役の永瀬アンナちゃん初参戦です。よろしくお願いします。めっちゃ楽しみにしてましたけど。やった、本当に。しかもさ、アンナちゃんはこういった、なんだろう、なんか番組というか生配信は初めてなの？そうなんです、初めてで、ちょっと失敗しないっていうか、もうめちゃくちゃ楽しんで、もう大丈夫、なんか慣れてる人と慣れてる人と慣れてる人が、何何やめなさいよ。みんな胸を張るよ。そう、皆さんにバッチリお任せいたします。みんなで協力、みんなで協力してくる。そうだね、そのさ、もう受け答えがしっかり、そうか、そう、もう安心だよ。そうだよ、アンナちゃん、逆に私が頼っちゃうかもしれないもんね。アンナちゃんは本当にしっかりしてるけどね。本当に。しかもさ、先日さ、ありがとうございます。高校、ありがとうございます。リアル JK、リアル JK、マジで姫の先輩と、そう、本当に同い年だもんね。ありがとうございます。すごい、すごいよ。先日無事卒業いたしました。おめでとうございます。だって制服でアフレコ着てたからね。出たよ。ねえ、すごいよ。でも先輩だったもんね。うん、だって勉強もしてたよ。してたよ。テストがとかね。してた。すごいよ。あったよ。マジ先輩だった。なんか感慨深いね。本当に親のような気持ち。親のような気持ち。まあそんな話とかもしつつですけども、うん、はい、皆さんもう見てお気づきの通り、なんと今回は私たち柔道着を着て生放送をしておりますよ。初めてなんと私たちも袖を通したというか、今回初めて着てるんですけども、なんと水野さんに提供していただきました。ありがとうございます。立派すぎて。よかった、着たい着たいってね。って言ってよかった、声に出して。今夢は声に出すと叶う。叶う。本当に嬉しい。やっぱ原作でもね、あ、なんかさ、南雲がさ、着た時に、あ、水野にしたんだって。そうそうそう。最初から水野なんだって言ってた。その水野を着る。これよ、これ。めでも、硬いね。めっちゃ硬い。感想わかる。パリパリパリ、すごい、こんなにあんだ、ちょっとさ、ちょっと慣れてきたけど、私最初来た時ずっとこれだと思う。本当に着られてる感すごくて、マジで本当に大丈夫、私たちの肩幅大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だよね、大丈夫だよ、そうだよね、そうだよ、もうたくましい、素敵になってる。今コメントにもあったけどさ、ちゃんと南雲はね、白帯なんだ。そうなんですよ、みんな黒帯なのに、そう、二人だけ白なの。マジックで白、そうね、マジックある、マジックあるから、あるよ、怒られる。怒られるよ。選択しても取れないから。そんなわけで、まあ、せっかくね、まあ、着てるからちょっとなんかね、構えたりとか、するするの、どうする、する組手、する、組手、組手する。え、でも一回やってみたいんだよね。え、つかん、え、どう、つかんで、確かにつかんでね、ちょっと試しに襟をさ、つかんで、どうですか、パン、袖とか、袖とか、袖掴む、あれ首根っことか、確かさ、なんか袖をこうしてさ、こう、引っ張り合ってさ、こう、すごい、何これ、でもなんか今布の擦れる音したみたいな。確かに、すごい、すごいで、いいね、ちょっと感動、嬉しいね、なんか本当柔道部な感じでリアルに感じられて、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、そんな感じでね、5人揃ってやっていくわけなんですけども、ついにさ、もうネタバレできるところまで来まして。本当だよ。前回はもう1話始まって、まだ見られてない地域の方とかもいらっしゃったから、まだなんかネタバレもまだできずな状態だったんですけども、今日は9話までの内容をもう存分話せるということで、嬉しい、もう一本尽くしの1時間にできたらな
と思っております。ね、皆さんのコメントとかもちょっと見ていけたらなと思うんですけれども、しっかり見えてますよ。そう、全部見えてます。全部見えてます。なってないぞ。なってないぞ。緑子直伝のね、緑子善をしちゃおうかな。なんで怒られちゃうね。確かにね。見てるところ今日いっぱい先生いるから ね。もうさ、これさ、着てみてさ、帯締めんのめっちゃ難しかった。めっちゃ苦戦した。でもアンナちゃんはさ、中学の時やってたんだね。そうなんですよね。中学の時必修で体育の授業の時にあって、あ、もうそれの記憶を手繰り寄せて、こうだって。いやー、でもすごいわ。私たちはね、ちーちゃんのマネージャーさんに教えてもらって、先生、教え方が分かりません。マネージャーさんに教えてもらってそう、経験者だって言うから。めちゃめちゃでも教えるのも大変そうだし、ね、難しそう。もうネクタイとか結ぶ50倍ぐらい難しかった。帯も結構硬いからさ、硬かったからこれね、だんだんね、そうそう、緩んできちゃうから、そうだから緩んできやったらお互いそれぞれ今日生放送中に待てって言う。待て楽しなさい。楽しなさい。いいね、楽しなさい。それ喋って気づかないと、クソって言う。指導します。指導 SE 入るから、ね、授業で会ったって人結構やっぱいらっしゃる。あ、そうだよね。そうなんだ。授業で会ったな。結構ね、必修でやってたって方ね、見かけますよね。あ、なんか柔道の絵文字あるんだ。そうすごい。 YouTube でも柔道道着だらけにしてください。いいね、道着だらけの YouTube 見たら後で見返したらいいな。確かに。そうね、そう、結びね、結び硬かったね。だから大きいんですよ。そう、硬いからなんだね、こうなってるの。でもさ、本当にこうやってさやるシーンあるじゃん。あれいっぱいあるね、ギュッと。そうだ、本当にギュッといい音してるもんね。めちゃくちゃ握力と腕の力、必要だなって思った、うんうんうん、そう、力あるんだ。ちょっと、ね、昨日筋トレしたから若干。あ、そうですね。あ、それが残ってて、残ってて動きができない。あ、すごい、柔道いっぱいありがとうございます。あ、嬉しい。皆さん、もう一本見てくれてますか？見てるよね。どうですか、皆さん、このシーンお気に入りだったとかもあるのかな。どうですか、ね、今日見る人も。そうだよね、今今週は、ね、そっか、うん、やってます、うん、毎日のようにやってますから、ね、20時半から今日なかったって。あ、確か見れるところもあるかもしれないですね。確かに放送情報あるから、ね、放送情報ね、書いてあるからね、確かな情報をね。本当に常にだってもう5人揃ったわけですからね。どうでしょうか皆さん。あー、違うかも。ちょっとラグがあるけど、見てくれてますかな。毎週見てるよ。ありがとうございます。毎週見てくれてありがとうございます。嬉しい。おなぐも加入のとこ好きだって、うん、同じ話数を何回も見てくれてる方も結構いらっしゃるなって思って、うんうん、癒されよね、うん、嬉しい。何回見てもいいよね。わかる。見てもわかる。新たな発見もあってさ、特に9話なんてさ、うん、もう戦いもあり、そうだよ、もあり、そして人との関係もあり、よかった。最新話もギュッと、なので、まあ、テレビ大阪さんかな、今日の方とかまだ配信見てないよっていう方はぜひ見てほしいよね。見てほしい。あの歌のシーンも良かったな。あ、いいね。本当に書き下ろしね。書き下ろしのあの歌も良かった。効果2番まであるっていうね。まあ、ちょっといっぱい話したいことはあるので、はい、ちょっとやっていきましょう、はい、というわけで今回の特番ももう一本のお話をしたり企画もあったりと、皆さんと一緒にワイワイ楽しくやっていきたいと思います。それでは始めてまいりましょう、はい、テレビアニメもう一本スペシャル生配信、青葉西高校柔道部全員集合、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、はい、ではではでは早速こんなコーナーからやっていきましょう。アニメ振り返りトークもう一本。というわけでこのコーナーはテレビアニメもう一本について、ついに振り返っておしゃべりしていけるというもう最高のコーナーですけれども、あ、最高、ありがとう。待ってた待ってた。本当にね、やっと話せる、ね、やっと話せるわけですし、もう9話まで放送されてるから、だからもう折り返しもちょっと過ぎて、ついに禁酒期に入った、うん、だから試合がだいぶ多くなってきたというかね、うんうん、そうだね。やっぱ日常だったりその結成するまでの過程が描かれてきた中でちょっと試合とかも増えてきたわけなんですけれども、全体的に どうだった、みんな、どこ、まあ、この後ねそれぞれちょっとお気に入りのシーンもあるけれども、どの話数かって言われるとやっぱりなんか難しいね。なんかさ、日常パートのこのシーン好きっていうのと、試合のこのパートのこのシーンが好きみたいなのがあるから、うんうんうん、
ね。私もう前はいつもエンディングの、うん、あのみんなが光を掴むところでもあ、光を掴むところ、こだわりこだわりのエンディング、うん、こだわりのそこでいいよね、ぐわっと、うん、しちゃっていい、いいね、しかもさ、うん、その全員今一周した後どうなるんだろうと思ったら、うん、こうなっていくんだみたいな、ね、またそれぞれのね、うん、そこう、ね、MVP メンバーが歌っていくのとかめっちゃ良かったし、あとオープニングも変わったよね、うん、変わりましたね、うん、気づきましたか皆さん、すごい鳥肌立っちゃった、ね、すごい、すごかったです、シルエットだけじゃなくなってた本当にそうだよね。しかも前回の生配信だとエンディングはまだ公開されてなかったタイミングだった、オープニングのエンディングだったもんね。みんなでさエンディングダンス踊りたくない？やりたい、やりたい、ちょっとナグもやってよ、めちゃくちゃキレキレだよそうなんか前回、しかも前回の時はさ、うん、そのね、姫先輩もそうだけど、うん、ラグモもさ、うん、そのまだその柔道部に入るってこと言えなかったから、そうじゃん、なんかそのなんかエンディング、エンディング歌いますみたいな感じで、うん、エンディングどうだったみたいな感想で歌ってることすらね、なかったことにして言えないから、そうそうですよね、まさかだからラグモがアニメから見たよという方は、うん、ラグモがまさか加入するとはって思ってた方も、ね、多いんじゃないでしょうか、ね、ラグモの回好きだよ、いいよ、本当にグッとくる表情、ありがたいです、あそこの2人の電車のシーンとかね、うん、好きだよ、私もすごい好き、うんうん、いいよ、いいんだ、そんなね、もういいところだらけなんですけれども、うん、まあ、今回、ね、私たちが演じてるキャラクターの印象的だったシーンをそれぞれ、ね、選んだんですよ、うん、はい、でそれをね紹介しておしゃべりしていけたらと思います、はい、はいはい、ではまず最初にアンナちゃんから、うん、はい、姫先輩役のアンナちゃんから発表お願いします、はい、はい、私が選んだのは第7話の姫野が部活に入ることを決心して夏目先生を投げるシーンです、うん、いいね、最高、あ、ここね、あ、そうです、ここです、本当にありがたかった、ここ良い、良いんです、この2人の関係性がね、そうなんです、いい、そうなんです、もうあの今までずっと一人で頑張ってきて、うん、もう今誘われてももう1ヶ月しかないしって言ってたのが、うん、みんなの姿とか、うん、夏目先生の言葉とかを聞いて、うん、それがまだ1ヶ月あるに変わったのがもう本当にグーってなって、うん、その姫野の柔道に対する再起の合図のようなシーンで本当にもう涙が分かる、いや泣いちゃうよね、ちょっとくるよね、ちょっとくるですよ、いいんだよ、もうね、2人のもうこの柔道で語り合ってるシーンみたいなのが本当にそう、姫野先輩マジでいいよね、いいもうね、じみじみ感じいってるのよ、いいよね、2人は多いじゃん、かっこよすぎるもん、でもこれのいいところがその夏目先生演じる内山さんがまたすっごくあったかい芝居をしてくださって、そうだね、で私このアフレコの日にたまたますっごい雨が降ってて、私傘持ってなかったんですよ、それで、え、大丈夫？送ってあげるよって言って駅まで一緒に行ってくださったんですよ、姫野はこれを感じていたんだなと思って、素敵すぎる、すごいそのエピソードやばい、めっちゃいいね、変化しちゃうね、変化しちゃうね、本当に、はー素敵、いやでも確かにさ、アニメでもさ、あの2人が車に乗ってるさ、なんか次の出稽古はみたいな感じで喋ってる、あそこめっちゃ良かったもんね、良かった、めちゃくちゃ、そこでもういいよっていうところのさ、あー思い出しただけでなんかちょっと今、いや分かる、胸がギュッとなる、ね、なんか、うん、ギュッとなるし、ちょっとキュンとなる、分かる、分かるよ、憧れだな、いいな、かっこいい先輩ね、我々にとってもやっぱ初めてできた先輩だったからさ、うんうんうん、かっこいいよね、本当に、本当になんか、うん、普通に私26歳の私からしても先輩になってほしい、うん、姫野先輩、ね、いや好きだよね、うん、好き、うん、そんな好きじゃんみたいな好きじゃんみたいな先輩してる、うん、そのだわよく食うなとか、なんかセリフのなんかさ、いい女感、いいんだよ、年下心を掴むのがもう絶妙なんだよ、なんで怒ってくれるんだ、すごいなんかさ、うん、先輩から
先輩からって同級生からも好かれそうだし、後輩からも好かれそうだし、なんだろ男子からもしっかり好かれてる、そうもう人にモテる、モテそう、なんか変に選ぶらないし、みたいな気取ってないけど、なんかやっぱその先輩のそのなんかちょっと寛大さみたいなのはこう見える感じがもうめちゃくちゃいいよね。絶対姫先輩の LINE 知ってるなんてなったらすごい自慢だよ。確かに、ずるい、なんでみたいな、どうやって聞いたのね。教えてって聞いてみてみたいな、聞けるわけないじゃん、姫のだよ、姫のみたいな、なるわ。先輩が増えてすごく嬉しいね。本当、いやもう本当に、でもその姫の先輩を演じるアンナちゃんの演技もね、そう本当にすごい堂々としてて、もすごい本当後輩だけども本当に第一声のさ、もうコンビニのさ、いらっしゃいませみたいな、あれからもうすごい、もう姫の先輩だってなったから、しっかりってなった、本当に。私たち多分恋人にしたいランキング、そうそうなんです。何の話ですか。ちょっと話したことがあって、恋人にしたいランキング、付き合うなら絶対こうだよねっていうので、満場一致で姫先輩が出る。そうだね、バレなかったな。これが秘密兵器の力です。さすがです、ありがとうございます。では、続きまして南雲役のねね、お願いします。はい、私が選んだのは第6話の南雲が南雲のお父さんに剣道部を辞めるっていうことを伝えるシーンでございます。いいシーンだな。やっと話せる。なんか第6話はもう今ここのシーンを今回は上げたんですけども、第6話も全部が私はもうやっぱりもう南雲のとっても大事な回なんで、もう全てをねもうピックアップしたいぐらいなんですけど、やっぱりここのもう南雲のお父さんに自分の思いをこう打ち明けるシーンは、もう彼女の人生にとって多分一番ぐらい多分転機、一番こう勇気を出してこう言葉を出してるところだと思うので、すごいアフレコの時もめちゃくちゃそう緊張して行ったのを覚えてます。もう漫画持ってきてたもんね。あ、そう、まあ、原作持ってってもうずっと読んでみたいな。おきつさんがまたね、あのなんかもうお父さん役のおきつさんがまたこういい南雲父を演じてくださるから、本当にあったかかったから、そうなの、もう一本家族みんないい、いやいい、そうなのよ、もう一本家族ってなんか、もう一本家族なんかそのワンワードで言うとなんか違うけど、もう一本のね、もう一本家族の皆様も、ね、ファミリーね、ファミリーね、もう一本ファミリー、もう一本ファミリー、あったかいんだみんな、しかもさ、なんか6話のさ南雲のさアップの表情さ、なんかさ全部可愛い、おとめだったよね、もうなんか全部可愛い、いや可愛い、めっちゃ可愛かったの、切ない表情も可愛い、そう、何そのそんな顔すんのって思って、恋してる、恋してくれてる人多分ね、まだ南雲に恋してるかもしれない、そうだよ、いやすごいよ、目とかめっちゃ可愛いの、めちゃくちゃ可愛かった、それもなんか相まって、あ、南雲のなんかこう、なんか気持ち、みつやの気持ちだったり、気持ちな、誰と柔道したいの、あんただよ、何何なんかの時もやったよね。なんかそう、みちがさ、それこそお風呂で、南雲にあのシーンもすっごく好きでさ、そうなんかマジならいいんじゃんみたいな、剣道よりも好きなものできたんでしょみたいな、あんたあんたあんた好きなもの、あんただよあんただよ好きなもの、多分ニコ生のね、なんか配信一挙放送みたいな感じで、お前だよお前だよ、みんな分かってる、書かれてたよ、そうなの、ついてない、もうやっぱね、みちとのやっぱあの関係性がね、もうすごくいいから、本当にそれがね、第6話でも本当にこう背中を押してくれて、それこそね、そのとわちゃんの、あの屋上のシーンもやったよ、あ、ね、そう、自分のこう何思ったように行動してるみたいなのを聞いて、唯一ここで自分がその抑えてる、みちと一緒に部活したいってのを抑えてるってところがね、やっぱでも自分で引っかかったんだろうね、そこだけはできてないよ自分みたいな、あそこもね、すっごい多分背中を押されたからな、でもは、あそこもだから全部いいんすよ、第6話は全部良かったね、絶対面白いんですけど、それぞれの関係性がいい、本当にそうなんです、もういい、ありがとうございます、何でも見てありがとうございます。ではでは、続きまして、とわやくんのちゆちゃん、お願いします。はい、私が選んだのは第4話、あまねさんとね、試合がいざ始まるよっていうところです。あまねさん、あまねさんもいい、あまねさんだ、あまねさんもいいよ、ね、今ね、ねねちゃんが言ってくれたその6話の屋上のシーンもめっちゃ好きなんだけど、でもとわの名シーンってなったら、やっぱあまねさんは欠かせないよね、まず
る一つ抱えてたものだもんね。本当にね、ここからここからとは変わったなって感じがするかな、ね、やっぱり残ってたものがね吹っ切れたみたいな、そうだね、だからこそのその6話の屋上のシーンにもつながるそうだねよなって感じがするし、その後のこう試合にも出てくるんじゃないかなって思うんだよね、ここから始まったなって。あと映像もすごかったよね。すごかったです。すごくかっこよかった。いやーこういうカットで、そこのアングルで、本当にね。これすごい。アニメでこんなのあんだ。本当に。でマジ動きをマジでさ本当に掴んで弾いてる。繰り返してすごかった。あそこ本当に、まださアフレコの時はさ映像がこうできてなかったじゃん。ですごいさ。めちゃめちゃ早かったじゃん進むの。早かった。もうさアフレコの時はもうついてくのにめちゃめちゃ必死で、漫画のコマこうだしここのシーンこうなんだろうなって、だこうしてるんだろうなって思いながら、なんかめちゃめちゃ必死でやってたから、もう記憶とかも、もうその時一生懸命で全然覚えてないのよ。なんかとりあえず終わった後も大変疲れた、無事撮り終わったのかなみたいな感じだったから、こうやって今出来上がってみてこんなんなってたんだってよかった、感動したよ。なんか2人のさなんか猛者の戦いの静かなでも荒い息みたいなのがしっかり映像とマッチしててすごいよかった、あの未知のさひょえってところ本当にあのこういうやつでしょひょえーって応援の声も出ないみたいな。でも私アフレコの時もまさにそうで、ちょうどあの、まあ、4人入ってたんですけど、左右で、あ、そうだね、左右でちゅーちゃんと、あおばちゃんがそういて、私も真ん中にいてだからもう本当すごい音立てちゃいけないけどみたいな、もういろんな表情で応援して、まさにもう一緒でした、リンクしてた。確かに確かに、あれでもアニメ見てる時私もそうなってたもん、ひょえすごすぎてね、口開いちゃうよね。ねえ、本当にこれぞもう一本がアニメ化したなって感じ。1話の時もすごかったけど、本当にあれも感動しちゃった。嬉しいです。ではでは続きまして、さなえ役のゆかりお願いします。はい、私が選んだのは第8話の博多南線のあの礼をするシーンなんですけど、はい、あこのシーンで言っているあの私たちと似てるのかもねっていうシーンが、なんかみちとさなえがこれまでその中学時代頑張ってきたその気持ちだったり、そのこの今回もなんだろう少人数でこう戦いを挑んでるっていうそのなんだろう気持ちがなんか乗ってるのと、プラス私たちだけじゃないんだねっていうそのなんだろう相手の対戦相手へのリスペクトみたいなのも感じられるシーンで、なんかサナエとしては他にも第2話とかその入部届をその書いてもらうシーンとか、なんかね要所要所でここのサナエのアシスト良かったよとか、ここのサナエのなんか親とのやり取り良かったよっていうのもあったんだけど、なんか物語としてのそのなんだろう柔道みたいな、なんかこのもう一本としてその柔道のシーンのなんだろう社内のこれからのなんか向き合い方がよく如実にここに現れてるなみたいなっていうので本当に好きだったし、この後のミツの、ね、試合のあのねモノローグ好き、おー、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃすっごい好きで、それを踏まえて好きなの、流れがね、そう、いいですね、この言葉後にも出るんだけど、そこをアフレコで、あの別のパターンでくださいって言われて撮り直したシーンで、なのでよく聞くとニュアンスだったり、なんて言うんでしょう、まあ未知の回想としてのその言葉なので、若干ニュアンスが変えて言ってるので、ぜひなんかここから未知の試合のシーンから最後までぜひ見返してください。はい、いいシーンですね、もうね、いやー、サナエは本当にね、いや、いいんですよ、サナエもね、ね、いい言葉をくれるよね。そう、そうなのよね、サナエはなんかもう一歩引いて周り見てっていう感じがね、でもなんかさ、それでもやっぱ欲しい時にはなんか強く
なんか応援してくれたりさ言葉くれたりするから、うん、いい本当それぞれのキャラがなんか、うん、ね、いいよね一人で立っているというかさ、もう、うん、みんなみたいにその強くないからこそ努力も頑張るみたいな、うんうん、すごいそういう、うん、ね、うん、なんかみんな心に熱いもの持ってて、そうそう、ね、見ててすごく励まされるっていうか、次回も楽しみだもんね。次回は楽しみですね。次回はね、もうサナエと姫先輩っすね。楽しみだ。楽しみですね。楽しみにしててください。はい。ではラストは私、道役の私伊藤です。私が選んだのは、めっちゃ悩んだんですけど。そうだよね。ちょっと最新話か1話かで悩んだんですけれども、うん、まあまずはというまずはっていうか1話、1話にしました。1話の、ラスト。ラストです、はい、思い出させないよっていうところにしました。あそこはもう、はい、ここはもう最高、はい、この表情が本当に私原作を初めて読んだ時すっごい印象的で、うん、なんだろう、わかる、この、まあ、そのさ南雲剣道部に入りなさいよっていう南雲と、うんうん、一緒に柔道やろうっていうとわちゃんに引っ張られて、うんうん、で早苗が、南雲の足をかけ転んだという瞬間に、はい、なんととわちゃんを投げたというね、はい、一本取ったっていう時のもう取った気持ちいい時のに出たその道の表情なんですけど、なんともなんかこうなんか泣きそうにも見えるし、ね、嬉しそうにも見えるし、なんかすごいいろんななんか葛藤だったり思いとかが詰まって表情だったから、うん、なんかねすごく印象的でした、うん、でやっぱそこまでそこに至るまでのその投げるシーンが、うん、やっぱりその、ま、もう一本のアニメ始まったって思ったシーンで、うん、ま、その前回の時も、ま、軽くお話できたかなと思うんですけど、やっぱ柔道のシーンめっちゃすごくねってなったのが、うん、まずそこがスタートだったっていうのもあるし、やっぱこの始まりがあったから今があるとも思うので、はい、私はこのシーンを選びました。泣いちゃったもんな、ここに。わかる、本当にここめちゃくちゃ本当になんか引き込まれるし、うん、本当にそうね、えなんか良い、良かった、良いよ、良い、ここ終わって終わる、良い服もこれに変わってね、全部からかっこいい、おしゃれだった、うん、あのシーンやっぱりその1話を見た時の後の感想を、うん、皆さんのなんかなんだろう、うん、SNS の感想を見ててもすごく反響があったシーンの一つかなと思うので、うん、ね、やっぱ私もなんかやっぱ見返しちゃいますもんね、そこは、うん、わかる、うんうん、なんかねすごいさ、やっぱり丁寧に柔道のことを、うん、もう描いてくれているんだなっていう愛が ね、うん、ね、詰まってるシーンなの で、 ですよ、ね、なんかツイッターで、うん、あの出てますよね、うん、できるまで、そのシーンができるまでみたいな、あれすごいですよね、ぜひ見てほ、うん、しいです、うん、ぜひ皆さん何度も見ていただけたらと思います、うん、はい、というわけで、はい、こうやってお話ししてまいりましたけれども、アニメももう間もなくクライマックスに突入していくということで、皆さん最後までお見逃しなく。以上、振り返りトークもう一本でした。
ここからは視聴者の皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。はい、事前に、ね、メッセージ募集してたんですけども、たくさんいただきましたので、はいはい、紹介お願いします。はい、では私からいきます。はい、得意技は背負い投げさんからいただきました。おー、かっこいいね一本はい、ということで、こちら質問かな、うん、はい、配役はオーディション制でしたか？その場合他の役にもチャレンジされたのか、それとも本命一本だったのか気になります。もし他の役も受けていらしたのなら、どんな感じだったのか、さらっとセリフを披露していただきたい。無理だよ、めちゃぶりじゃない。これめちゃ無茶ぶり気になる、すごい無茶ぶりだ。確かに、台本くれたらみたいな。そうだね、セリフを用意して、うん、ね、オーディションだったよね。みんなオーディションで、この5人はみんなオーディションで、うん、テープがあってスタジオがあって、うん、で、うん、で決まってみたいな形だったと思うんですけれども、うん、ありましたね。他の役受けて順番にいってくじゃん。いってくか、うん、私は実は受けておりまして、ミツとナグモをなんと受けてました。行きましたね、はい、行きましたどっちもどっちも練習してましたよ、うんうんうん、はい、でした。あかりは、私はサナエと姫先輩です。おー受けてるね、はい、どうだった。ちーちゃん、私はトア一本で。おー一本、ナイス一本、かっこよ、ナイス一本、すごい決めました、すごいかっこよ。私はナグモとミチです。すごいどっちも受けてる。すごいな。実は、あ、私は、姫野とさなえとトワです。おお、3人受けた。3人受けました。3本。すごい。なんかそれはさ、うん、もう なんていうの、こう自分でキャラクターを選んだか。そうそう。どうだったかな。私はちなみに自分だった。おー、どうだったかな。私は自分で選んでマネージャーと相談しながら決めた気がする。そうだから、テープは確かトワちゃんかさなえかどっちかも取った気がするな。本当、そう、スタジオはこの2キャラだったけど、うん、そうだったかもな、うんうんうん、どうだったかな。私振られました、ね、私も振られた。アンナちゃんが振られたってことですよね。でも私も振られた。あ、うんうん、なるほどね、うん、まあ、それぞれ、うん、それぞれですね、うん、でしたね。本当になんか、うん、セリフは言えないですね。難しいね、もうご本人を前に、ね、あ、ね、想像でいきましょう。想像で、ね、はい、どんな感じだったのか、はい、はい、じゃあ次のお便りですね。はい、じゃあ私が読みます。萌香さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。もう一本のアニメのエンディングを聞いていると、楽しくて青春を感じられる素晴らしい歌だなと思うのですが、前はキャラクターバージョンになって変化し、話の内容とリンクしていたのはとてもエモかったです。この歌は収録もすごく楽しそうだなと思ったのですが、皆さんが歌を収録された時はどんなことを気をつけて歌ったのかなど、エピソードがあれば教えてください。おー、ということです。エンディングですよね。一本道の、あの話まだしてないかな、うん、あのメッセージ、メッセージレコーディングにあたってのメッセージ。そんな話したことない。公は初か、あ、言ってたか。でもそんなにはないか、表には、表にはまだ出してないか、今後出てるか、今後出てくるけど。なんかそのレコーディングをするときに、うん、レコーディングをするにあたってっていうメッセージがあって、あのこの楽曲に、まあ、綺麗な歌声は違うかなと思っておりますみたいな、うん、もう、なんだろうな、その放課後、放課後だっけ、ちょっと待って、言いますがまあでもなんか一発でこうみんななんか、なんだろうな、練習せずに、そう、練習せずにまっすぐに、もうなんか歌うことを楽しんで歌ってるみたいな、でもなんか本当直さないぐらいの気持ちでみたいな、そのままの歌声をみたいな、そう、うん、みたいな、昔の泥臭さをね、こう出したいみたいな感じだったから、そうです、その通りです、そうです。もう、ね、なんかレコーディングしてる時も、もうすごい体力勝負だった気がする。一生懸命歌って、そう、本当になんか、あのね、もうあそこまで感情爆発みたいな感じで歌ったの初めてだったかもしれない。なんかさ、あの多少音が乱れてもさ、うんうんうん、気持ち優先だった気がする。でもすごく楽しかった、うん、実際なんかそのソロバージョンみんなの聞いた時にすごい本当ちゃんとキャラクターが歌ってるってすごい感動した記憶ある、最初聞いた時。そうか、
確かに体力勝負だった気がする、うん、私も未知が歌うんだったら絶対出だしからめっちゃ大声で歌うだろうなと思って、うん、もう最初からまだまだって歌ってたらもうなんか後半やっぱ疲れてきたみたいな体力勝負で、ね、そうだったな、うんうんうん、そこにあった、うん、なんか差し入れでパンを買ってきていただいたんだけど美味しかったな、美味しかった、そう、一人だけなんか多分2個ぐらい食べちゃって、いや私も2個食べた、デニッシュみたいなやつだね、フルーツデニッシュ、あ、そう、あれ美味しかった、美味しかった、いやもう終わった後に糖分摂取して美味しい、食べてないよ、食べてないです、私も私も食べてないかも、あれあれあれ違う日だったのかも、同じ日だったのかな、もらってないな、あれもらってないな、あったけど私も食べていいですかって聞いちゃったもん、食べる記憶なかった、あれでももらってないな、あれあれそれは多分あの差し入れをしてくださった方がたまたまそこにいたっていらっしゃったから、次のは行く、いつでいいですかね、行っちゃいましょう、行きますね、福田さんからいただきました、ありがとうございます、皆さんこんばんみち、こんばんみち、いいね、こんばんみち、こんばんみちか、こんばんみち、もう一本毎週楽しく見ています、早速質問ですが、現在放送されている全9話の中で皆さんが思わず一本と言ってしまうようなシーンはありますか、感動、笑い、爽快など何でも構いません、何かありましたらぜひお聞きしたいです、ちなみに僕は5話のアミさん戦のお互いに最後まで一本を狙い続ける2人に 胸熱一本です、ということです、何でもいい、まあ、グッときた、グッときたところってこと、え、何でもいいですよね、何でもいいよ、私とわちゃんが、うん、あのパンくださいってあの10代のチョコココココロロあそこ大好きです、わかるわかる、かっこいいよね、名シーンだよね、あそこのカットもね、なんかいい、みんなさ、いいよ、おばちゃんのキャラがいいよね、いいよ、おばちゃん、おばけもくれるんだから、ここは戦場だよね、今日はもう施しがねえよ、意外と優しい、施し、施し良いですね、いいですね、確かに、私のあの屋上であれだ、あのトアが謝りに、うん、ミチに謝ってるところでさ、あの食べててさ、あのミチがさ、南雲とミチのあの指をかぶってあそこがちょっと あそこがめっちゃ好き、私も一本です、そこは、そう、確かに裏でやってるやつ、裏でやる、裏で指食べてる、ね、なんかでもさ、指を食べ合える関係性ってそう分かりますか皆さん、指を噛める関係性って多分めっちゃ仲良しなんですよ、なかなかめっちゃ当たり前のこと言っちゃったり、しかもその後痛がってたからね、ちゃんとガブって感じ、いいよな、でも小学校からの幼馴染だとそうだよな、愛おしいな、ああいうね、ちょっとした道と南雲のなんかふざけ合ってる、うん、あの福岡のさ、うん、空港着いてイエーイみたいな、ごめんなごめんなごみたいな、ギャーッとかああいうとこもやっぱすごい好きだな、いいよね、分かるね、もう一本、日常シーンいいよな、あれちょっとありすぎて、待って、私個人的にめっちゃ好きなのは、うん、トアが南雲の帯締めてあげる、あそこいいね、無音になるところ、あそこめっちゃ好き、かっこいい、もうナイス一本、ね、ですよね、いいアシストだったらしい、一郎さん、いい一本だったあそこ、いい一本だったな、ゆかりはなんかある、私はね、さりげないとかでもいい、さりげない、あのね、もう本当にそこのチョココココロで、ね、だけど、あと音楽もいいもんね、あそこ、うん、でもね、なんかね、一本って思ったのが、なんかね、みちがり、あの、うん、あの、なんていうの、リンボダンス、そう、してるところの、あの腰の反り方、はいはいはい、一回試してみたの、どうやって、どの角度でいけるかって、そこ試したんだよ、いや、なんかね、うん、すごいなって、改めてすごいんだな、身体能力って思って、若さが生きてるんだな、要所要所で、なんか身体能力すごいなってところが、たっちゃって、柔らかさね、そのためにみちの試合のシーンとかで、あ、一本、今の一本だみたいな気持ちになる、一本一本重力合成してました、サナエの、そう、サナエの関連だと、あのサナエのパパがさ、あのハンコどこだっけみたいな、勉強やるよな、ちゃんと、そう、あそこがすごいなんか、うん、あの表現の仕方っていうかさ、うん、でなんか直接的にこう言うんじゃなくて、うん、あるのがすごい、なんかちょっとアメリカンじゃんアメリカンじゃん、アメリカンだもんね、そう、直接的じゃない、
じゃない感じがすごいグッときて、あのシーンさ、ね、あのさ、うん、台本に特に抱きしめるみたいなねあれがなかったんだけど、うんうん、アドリブでね、うん、なんか、うん、あつないのさ、うんうん、シーン入れてなんか OK ですってもらった瞬間、うん、このなんならさないのやる子入れれてよかったみたいな気持ちになったから本当に嬉しかったの、うん、あのシーンは、うん、なんかねさないの嬉しかったのー、ゲームにして嬉しかったのよかったアドリブも結構多かったもんね、うん、あのシーン終わりとかが結構多くて、うんうんうん、で帰るよって時とかもなんか緑子みたいななんか ね, そうね緑子みたいな、なんか、ね、結構続けてくださいって言われてそうそうなんだよ。あと権藤先生、権ちゃん、権ちゃんね、権ちゃんの、うん、教室に入ってきたシーンとか の,、うん、あのさり際あ出るところ出るところあったね、あちょっと長尾が、うん、って感じで一緒に出るところだよねなんかいろいろね、確かにすごい多かったよね、たアドリブで自由にわちゃわちゃしてくださいいっぱい一本だらけですね。ではではあなたは、え私私はそうですね、うわちょっと本当にやりすぎてでも なんか最初に見た時にここはグッとくるなって思ったのがめっちゃ細かいよ、うん、ミチが、うん、1話で、うん、ミチがあのエナメルバッグを額にかけたところ、うん、めっちゃ細かいね、そこいいと思って、うん、もうそんななんかさ、うん、そんなリアルなところまで描いて、そうだね、うわいいなグッとくるな一本って私的には思いましたね。すごいいいね、要所要所のこうなんか演出というか、うん、すっごいやっぱ光ってるところが多すぎるのよね、等身大なんだよな、よかったね、マジで生きてるもんね、なんか、うん、そう本当に思いますね、はい、はい、というわけで紹介してまいりましたけどもメッセージはここまでです、うん、皆さんたくさんのメッセージをありがとうございました。ありがとうございます。続いては今回もこのコーナーをお届けします。題してもう一本グランプリはい、皆さんこのコーナーは覚えていますか？1月に行った特番でもねやったコーナーでして、うん、まあ、私たち5人がお題に沿って回答していくというね、まあ、アンケートコーナーです、うん、アンケートだよね、アンケート、言われたお題にただどう思うかなっていうのを素直に答えたりだけだから、うん、もう全然、うん、あのもう肩ひじ張らず、あ、うん、まあ、軽い気持ちでバラエティーコーナーじゃないからね、そうなんですよ、そうそう、なんかここにバラエティー企画って書いてあるけど、はい、そう違います、アンケートコーナーですから、はい、もう一本グランプリっていうなんか名前なんかそんなこと言ってるけど、うん、大丈夫、あ、うん、アンケートコーナー入りました。好評だったんだね、確かに好評だったんだね、え確かにそうなんですね、はい、まあ、うん、でもなんか一応なんかそういうなんか答えた回答に対しての、まあ、アンサーがあるらしくて、判定がね一応もあるらしいんで、まあ、とてもいい回答をした場合は1本という1本をもらうことができます。そしてそこそこいい回答だったら技あり、技ありとなります。そして、まあ、あんまないと思うんですけどあまりにもおかしな回答をした場合は指導、指導が入ってしまうということで、ダメじゃないと思うんですけど前回めちゃくちゃね指導入ってあんた指導めっちゃもらってる、指導めっちゃもらってる優しかったよ判定私だけ厳しかったよねなんか、うん、いや指導だったよ、でも指導だった、厳しい理由分かってなんか妄想が含まれてたもんいやいやいや指導だったもんいきますよはい、こちらの回答は一つのお題に対して何度出しても構いません、うん、はい、バンバン出していきましょう。それでは早速やっていきましょう。まず最初のお題はこちら、学校あるわ毎回それな、驚くでも普通のアンケートですよ、学校あるあるこんなことあったなっていうのをやって思い出していきましょう、うん、これはもうアンナちゃんはもうねもうだって確かに一番朝起きたこととか書いてある、そうだね、いやー確かに一番ね記憶が新鮮でね、うん、一番あーってなるかもしれない、うん、学校あるある
皆さん細い方で書いてます？あ、細い方で書いてます。どっちでもいいよ。今質問だった。今やばい、漢字怪しいんだけど。わかる、書けない。こんな感じだっけ。はい、早っ。どうぞ、じゃあニカリのいきます。学校あるある、いきます。夏休みの荷物めんどくさい、持って帰るの。おー、わかる。それわかる。溜め込んでた派。はいはいはい、はい、溜め込んで、あの2回ぐらいで持って帰ってた。あ、1回じゃないところだけ褒めてほしい。なるほどね、うん、ちょっとその前日とかに、ちょこ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 やって最後にガッみたいな。すごいなんだかんだね、うん、何いや、すごい細かいところ着眼点に気づく。忘れてたわ、確かにこの感覚をね。この感覚、そうそうそう。そういえばそうだったな。めんどくさくない？なんか置いて帰ってる人とかもいたもん、潔く。え、確かに、はい、私置いて帰ってたかも。私もなんかさ、ロッカー空にして見せなきゃいけないみたいななかった？あったかな。私やりましたよ。やっぱそうだね。ああ、じゃあみんな空にしてってって言って、どんどん開けて開けて。そうだったさ。なんで空にしなきゃいけないのか未だによく分かってない。うん、置いてていいじゃん。やっぱ生物とか腐らせちゃいけないとか。実は置いてあるから。でもなんかすごくいた。あの給食の、うん、なんだっけな、あのジャムとかめちゃくちゃ貯めてる人。何？何？とさ、小学校の話？小学校の話。小学校？え、ジャム貯める人とかいるんですか？いたいた。なんか給食のなんか封が開いてないくるみ。やば。やめよ。すごいダンス。やばいじゃん。ちょっと待って待って、私がさ、ね、やってるみたいな。やめようになったんだけど。ジャム貯め込みは良くないよ。もうやってない。パンも貯め込んじゃ良くない。あ、そうだ、判定やりましょう。判定お願いします。わざり！やったー！おー、いいですね。すごい。どうでしょうか。やった。私もかけた。どうしもかけた。あ、いけた？あ、じゃあ、いきます。はい、じゃあ私いきます。先生にガチ恋がたまにいる。あー、女子校。そうそう、私ちょっと女子校だったのもあるんですけど、やっぱりこう、わかるわかる。若い、ちょっとかっこいいかなみたいな。実際見たらそんなかっこよくないかもしれないんだけど、ちょっといけって。当時ね、見たかっこいい先生もいるけど、大体じゃなくて。やっぱ女子校ってやっぱ男の人がいないから、うん、ちょっとこう若いなんかね、うん、そう今だけの先生が来るとそういうなんか先生に結構ガチめに好きみたいなことがいたなみたいな、確かに人気だったの男の先生。え、ちょっとそれでいいですか、うん、私この間卒業式の日に憧れの先生がいたんですけど、うん、その人とツーショットを撮ることができました。ありがとうございます。いいじゃんいいじゃん。すごいいいよね、思い出。そうなんです、いいもんじゃん。そう、もうなんかすっごく大人気の先生ですごく面白くて、うん、面白いんだ。うそうなんですよ、だからツーショットも割と行列してて、すごい。あ、じゃあ先生もいいよ、気分いいだろう、気分いいよ。そうなんもう大人気の先生のとこで楽しいだろう、楽しいだろうね。はい、すごく楽しかったです。いいじゃん、じゃあもうリアルな感じ。そう、もうだってね、もうリアル JK が言ってるってことはこんなもんもう判定1個しかないもん。わかんないよ。どうでしょうか、判定。なんだ。でも間の言葉が余計だったかもしれない。確かにちょっとね、あれがなければあれがなければ一方だったかもしれない。じゃあ、はい、じゃあ、はい、なちゃん行きましょうか。はい、お願いします。学校あるある。はい、昼休みの後カレーの匂い。ですね、これを解説いたしますと、うん、昼休みにですね、まあ、カレーとか食べる子がいたんですね、うん、で、うん、その後の教室の授業で先生が入ってきた時に、うん、あれ誰かカレー食べたとか言って犯人探しが始まるということがまあまあありました。カレー、まあまあ、お弁当でカレー、お弁当とか、うん、あと学食、カレーの匂いついてる人いる。相当食べたんだろうね、おかわりみたいな。だから、ね、本当になんかカレーとあとお好み焼き持ってきた子とかがいて、そういう、すごい、なんか匂いが割と、うん、とてもいい香りがするものがいっぱい集まると大変な香りになってしまって、確かにね、もうその時とかは寒くても窓は全開っていう、換気ね、そういうところで換気の文化はあった、寒かったな、寒かったな。これはあるあるだと思いますよ。どうでしょうか、判定お願いします。わざり、おー、わざりもらいました。これはね、給食税とあれで分かれるのかな、お食学食税、学食だったりね、いろいろあるな。じゃあ私次これでやりたい。
休み時間、購買めちゃ混み、うん、うわー、わかるね、めっちゃ混む。すごいさ、並んでるところとちょっとあの、あぶれた人が行くところない？あるあるある、2カ所もあったの。え、ね、なんかね、種類があったの。あ、そうか、エリアみたいな感じで、ご飯とパンみたいな、ね、そうなんだ、めっちゃいいじゃん。いやもうほんとさ、めっちゃ混んでるからさ、うん、私トワ派で行けなくって、うん、友達に買ってもらって、うん、お残しをもらってそう、うん、買ってきてよってもらってありがとうって食べてた、行けなかった、リアルなんだあれ、うん、本当にマジで。私もだから道着着なきゃいけなかった。一緒だ、そうダメだった。確かにさ、 なんでさ4時間目の後じゃないとやらなかったんだろうね、購買って、ね、なんだろうね確かに、うん、そう、本当にマジで昼休みじゃないと買えなかった気がする、うん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 、パンとかは。なんかね、あれさ、たまにさ、授業早く終わった人がさ、猛ダッシュだ。あー、めっちゃ分かられんの。あれ、人気見て思うよな、あの時、ね、いや、ずるいなって思いながらね、うんうん、確かに、あるあるだわ、あるだわ、めっちゃずるいわ、廊下通ってる姿見るのも、うわっ、あ、行ったーみたいな、行かれた、行かれた。これはどうでしょうか、うん、判定お願いします。1本、おー、1本出ました。やった、すごい、やったぜ。さ、じゃあ私も行こうかな、うん、ちょっと似てるんですけど、うん、もうちょっと勢いよ、うん、勢い、学校あるある、4次元目、起立、礼、着生で飛び出す。これだ、これに繋がるやつ、繋がる。マジでもう、あの、礼しながら行ってた。私、あの、学食勢だったのよ、うんうん、で、もう並びたくないし、でも、なんか校舎3階とかだったから、うんうん、もうほんと階段をなんかさ、もうほんと絶対真似しちゃダメなんですけど、もうなんか5段飛ばしたから、ね、やばい、危ない、危ない、絶対真似しちゃダメですよ。がやってそう、手すり使って身体能力だけ無理だよ。あ、あるね。やって、めっちゃバンバンって飛びながら行って、購買じゃないわ、学食に行くというね、うん、若さが、うん、すごいね。そう、何食べてたのその時に。私はもう天津飯ばっか食べてた。天津飯あるんだ、うん、ね、あった、天津飯ばっか食べてた、美味しそう、うんうん、そうなんです。判定はどうでしょうか。1本、おー、1本、イエーイ、最高だね。なんかもうその礼しながらのもうジェスチャーというか体使ったジェスチャーがすごい面白かった。怪我しなくてよかったね。よかった、はい、よく飛んでました。はい、はい、真似しないでください。はい、では次のお題いきましょう。お願いします。次のお題はこちら、夏目先生に言われたいセリフ。こんなのさ、こんな付き合う一択じゃないの。もう書けばええやん、書けばええやん、そんな、でもね、思ったよりダイレクトにいいです、うん、いいですよ、大丈夫ですよ。え、ちょっと、ちょっとね、もう言っちゃった、うん、はい、うん、はい、はい、早っ、早っ、わが、もう出してる、もう早い。コラ、あ、優しめのコラ、うん、頭、うん、これさ、トンってそれ流れやりたい、うん、ちょっと、ちょっと、ちょっと、じっくりするから、でもさ、言ってるじゃん、内山さんが、渋谷内山さんが言って、こらってさ、いいね、ごめんなさいってなる。確かに、それまた言われに行くやつだ。こらって言われたい、そう、言われたいから多分また時間経ってからやるっていうさ、廊下走っちゃうから、こら待ちね、ね、そう、こら待ち、廊下走っちゃうね、走っちゃうよ。でもだってそれきっかけで夏目先生と会話できるかもしれない。そうだよ、そうだね、うん、だってそれ毎回やってたらさ、好きな人にちょっかい出すやつや。完全にそれだって覚えられるかもしれないじゃん。そうだよ、またやってんのかって、またやってるって、名前だって覚えられるかもしれない、ね、柔道部じゃなくても名前覚えられるかもしれない。あー、確かに、いいね、いいね、その路線あるね、うん、言われたいよね、認知してほしい。これは確か判定お願いします。1本、はい、はい、これはね、まあ、多分全部1本だと思うんですけど、これはもう全部1本くるよ、全部1本だと思うんですけど、これいっぱいありすぎたな。でもどうだよ、なんか風紀乱れるやつは指導入るかもしれない。なんとか付き合いたいとかだな。そうだよね、風紀乱れるやつはね、うん、あ、じゃあ、はい、はい、お、あ、なんかでも一緒に言いたいっていうか、一緒に言いたいって気になります、はい、なんでしょうか。どどんどん、 KP わかノリわかん。待って、はい、予想の斜め、もう斜め上すぎて、もうなんか直角ぐらい上行った。ちょっと KP って、 KP、 KP じゃないの、ちょっと JK に教えてもらえないの。KP
は、乾杯の略です。はい、ケビー。そうなの？メイすぎるやろ。そんなメイの夏目先生どんな感じなんそれ。やば。いや、あのやば、なんか意外に夏目先生ってあの一緒に写真撮ってくれたりとか、うん、踊ってたり、エンディングしてたり、割とノリのいい先生なんですよ。割と意外に調子のいい先生なので、あの一緒に例えばその、まあ、研修期もあったわけですから、うんうん、あ、研修期祝いに KP って一緒にあの、うん、無表情でもいいんで KP とかでもいいんで、そういうことね。そう、一緒に言いたい、言わせたい、言わせたい、はい、言わせたいし、言いたいしっていう、ちょっと言わなそうな言葉を言わせたいみたいな、そういうこと言うよ。はーい、KP って夏目先生の KP 聞きたいな。そういうのすごい聞きたくなってきた、ね、しかも夏目先生にこうやってお願いするところも含めてリアクションも見たい。ねえ、見たい。乾杯の時にってこう、うん、あ、へえ、まあやればいいのかなみたいな。とりあえずみたいな。姫の先輩から言われたらなんだかんだ。確かに、ね、そう、うんうんうん、確かに。いいね。これ判定は、判定お願いします。これはどうですか。しろ、あ、しろ、なんだろう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 、なんかちょっと違うみたいな。わかんない、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 わからないのか。本当でしょうよ。待って、なんか楽しいね。指導の理由も面白い。やばいな、これ。あ、はい。はい。はい。ゆかり。いきます。送ってくよ。あー、いいね。あー、いいね。いいね。車乗りたい。乗りたい。助手席乗りたい。いい匂いしそう。あ、シートベルトしてね。あれですよ、姫の言われてますから、もう送ってく。あ、そうか、送ってくって言われてますもん。先を行かれた。車止めてあるって言われてるんだよね。車止めてあるよ。フランクフルトも一本送ってもらってるんだよ。いや、思ったんだよ。マート取られてる。二人分とさ、買ってるじゃん、ね、あ、おごりだよね。いや、思った思った。ちょっとその時になんか感じても、あ、じゃあ、そっちですって言ってたもん。そうですよ、バイト先まで来るんですよ。いい、バイト先まで。そりゃもう、すごい、もうね、KP だ、KP。KP。うん、KP。やば、判定人は権藤先生なんだよ。ナットラン。ナットラン。さあ、どうでしょうか。技あり。これは技あり、技ありありました。やったー。やったー。いいね、全部マウント取られてたけど。姫の先輩にマウント取られてたけど、いいだろ。では、待って、かける。いい、すごいね、すごい、できた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 、いいですか、じゃあ、はい、ヒエダが頑張ってるところ、ちょっと待って、私はちゃんと見てるから、そっとだけ見せられねえ、ちょっと待って、ずるい、もう、初見ないよ、もう準備してる、早く早くしてる、早く、早く、判定から先に行く。違う、だから、なんか、早い、早い、早い、ちょっと、早いよ、違う、なんか、特別感が欲しいのよ、特別感が。いや、ちょっと、なんで、なんで、そんなんは、なんで、もう、ずるい。あ、みんなの前ではみんな平等なんですけど、こう、二人の時にこう、ちゃんと見てるよっていう、言ってほしい。進路相談の時に言ってほしい。っていうか、名前いいな。いいな、なんでさ、でそうやってさ、で職権対応するの、私。そうですよね。安西送ってくよって書きたい。だってね、言われたりするってことは、私自身の。私は中期って書きたい。あ、それだったら私もゆかりがいい。確かに、名前で書きたい。これ、もうそれで言ったら、駅まで内山さんに送ってくる。すぐマウント取る。全部先越されてる。負けなのよ、安西ちゃん、お前の。KP は勝てん。これを経ても判定変わらないですか。あ、なんか悪かったですね。カメラには厳しいと言われて、何を感じた、厳しい、あったかな。どうじゃあ、はい、あやさん、最高傑作ができてしまいました。はい、では行かせていただきます。夏目先生に言われたいセリフ、家にて。はい、コーヒー入れたよ。目玉焼き何かけるっけ。ここだけ違う、世界観が学校じゃないじゃん。家にて違うね。じゃあねえよ。何これ、もうさ、朝だって、もう朝迎えてるよね、それ。え、夏目先生と一緒に朝ごはん食べる。え、それってさ、いや、起こされてでしょ。起きて、うん、そう入れてってくれて、コーヒー入れて。前日の夜からじゃ一緒にいるの。もう、え、ずっと一緒ですけど。何、構わんない。え、住んでんの。付き合う以前のもって、これはちょっとどうなんですか。一本。なんで、なんか私ダメです。あやさんはいいの。学校だからダメ。学校でやっちゃいけないの。家家からいいんだ。家いいのかよ。家だったらこれ、だって学校って言ってないよ。生徒じゃない。
生徒じゃない生徒みたいな、はい、そんな、ふふくふふく夏目先生の入れたコーヒーで目覚めたいなと。いいな、目覚まや、目玉焼きも作ってるよ、いいでしょう、ってことは朝は目玉焼き派なんだね、はい、そう夏目先生は、夏目先生はね、夏目先生は村岡先生に村岡先生に夏目先生、お願いします村岡先生、夏目先生の1日のスピンオフ書いてください、書いてほしい、見たい、お願いします、お願いします、お願いします、確かにいい得点に欲しい、お願いしますさあ、というわけでお題はここまででした、はい、ちょっと盛り上がりすぎちゃいました ね、 ね、はい、でもできる一生で、ちょっと家行ってんのは許せない、ね、ちょっと私たちが指導したい、美味しかったな、夏目先生、それでもそれで一本なのもちょっとね、うん、ちょっと美味しい、どういう、ちょっと苦いんだ、でも描かれてないとこでもう姫の手が出てるかもしれないから、私たちマウント取られてんだよ、はい、というわけで以上、もう一本グランプリでした、はい、はい、ここからはもう一本の情報をお知らせしていきます、はい、まずは放送情報です。テレビアニメもう一本はテレビ東京では毎週日曜25時35分から、テレビ瀬戸内では毎週日曜毎週月曜24時から、テレビ和歌山では毎週水曜朝7時から、 BS テレ東では毎週水曜24時30分から、テレビ大阪では毎週木曜26時35分から放送中です。また各サービスでも配信中となっております。 D アニメストアと DMMTV では毎週日曜26時5分から先行配信、その他の配信サービスでは毎週水曜24時から配信開始となりますので、ぜひご覧ください。続いて音楽情報です。サブウェイデイドリームさんが歌うオープニング主題歌スタンドバイミーが好評配信中です。そして私たち青葉西高校柔道部が歌うエンディング主題歌一本道も CD が発売中、そして配信でもお聞きいただけます。5人全員の歌唱に加えてソロ歌唱バージョンもありますので、ぜひお聞きください。またもう一本はオリジナルサウンドトラックも CD が発売中、そして配信中となっております。こちらもぜひ聞いてみてください。はい、では続いてブルーレイ &DVD 情報です。ブルーレイ &DVD 第1巻が3月29日水曜日発売となります。メインスタッフやキャスト陣が参加したオーディオコメンタリーや原作の村岡優先生書き下ろし漫画冊子など豪華特典がたくさんついてます。そして本日展開図を公開します。それがこちらです。おー、ピンクだ、うん、ねえ、すごい、お春っぽい、ね、今の季節だ、届けがあるぞ、ね、しかもこちらサンプルもあります、なんと実物がある、目の前にこちらです。素敵、見して見して、中に入っておりますのがこちらが書き下ろしですね、いいないいな、すごい文字がいっぱい、いいエピソード、めちゃくちゃいいね、アニメ化しようよ、これいいね、ボイスドラマでも、あら、ちょっと、あら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 、さっき、あら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 、はい、盛り上がること間違いなしですね。やばい、私の場合、はい、そしてこちらブックレットはすごい、イラストとか設定画だったり、はい、美術ボードだったり、すごい、あと、あ、監督インタビューって書いてありますよ、すごい、めっちゃ読みたい、すごい、ページ数が今読みたい、2、4、6数えてる、めちゃくちゃありますね、すごいです、キャストのインタビューも、はい、インタビューもあるよ、ありますよ、あるよ、ボリューミーだよ、すごい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 、インタビューも入っておりまして、設定も入ってありまして、はい、続いて、もういっぱいありますもんね、そう、あ、飛び出てきた、これよ、これかわいい、これ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 はもう、はい、お出かけ、やっていい、お出かけそうな道よ、これもう、道、あやさだよ
透けてる透けてる、あやさんの目だよ、見える、あやさんの目だよ、あやさんの目だよ、できます、それができます。はい、あとはこちらですね、C、うん、あーいい、しかもこれ裏もある、本当だ、あるファイルが、あーいいね、いいですね、ミニファイル可愛いです。はい、ということで、もりもりたくさんにな、ネクタだけあった、リアル、リアル、3人目だ、あ、すごい、え、これ折り目つけたら完全にリアルね、本当だ、うわ、嬉しい、嬉しいの、いいね、大事に取っといてほしい、うんうん、ね、あります、ぜひこちら、こちらですので、今後また増えるのかも、うん、すごいね、豪華ですね、うんうん、さらに第2巻のジャケットイラストも本日公開です。お、なんと、これは、わー、いい、わー、いい、いいですね、最初だ、かわいい、めちゃくちゃいい、かわいい、頑張れ、あら、ほんとね、でこちらのね、第2巻のキャニメ版ブルーレイにはショートドラマ CD2 と入部届、南雲アンナと姫の紬が入ってます。いやー、すごい、うん、こちらのショートドラマ CD2 の視聴動画は本日この後公開しますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに今回のエピソードは体育祭です、うん、アニメではね、あの音楽で、うん、そうだね、こうなってたね、書ききれなかったシーンをぜひね、お聞きください、うん、そして、そしてブルーレイ &DVD の発売記念イベントが決定しました。こちらはブルーレイ &DVD 第1巻をお買い上げの方から抽選でご参加いただけます。日程は6月4日日曜日、場所は都内某所を予定しております。出演は青西柔道部から代表して伊藤彩沙さん、安西ゆかりさん、そして私三浦中紀、以上の3名でトーク&お渡しイベントを実施します。申し込み方法などの詳細は後日公式ホームページにて発表となりますので、ぜひお楽しみください、うん、はい、続いてグッズ情報です。もう一本マグネットガチャが好評発売中です。複製原画やスポーツタオル、アクリルスタンドなど、キービジュアルや書き下ろしイラストを使用したグッズがラインナップされています。ダブルチャンスショーでは園田美智、 CV 伊藤彩沙、取り下ろしボイス入り目覚まし時計が当たるチャンスも、これ、ね、すごいよね、撮ったよ、うん、ね、目覚めること間違いなし目覚めまくりの音声が入っております。よろしくお願いします、うん、販売期間は3月28日火曜日 AM11時59分までとなっております。豪華なプレゼントが当たるキャンペーンも実施予定なので、今後マグネットガチャ公式ツイッターをぜひチェックしてください。欲しい、欲しい、欲しいですね、うん、お願いします。では最後に原作情報です。村岡優先生が書く、原作漫画もう一本は週刊少年チャンピオンにて大人気連載中です。現在22巻まで好評発売中となっており、最新第23巻は4月7日発売予定となっておりますので、アニメと合わせてお楽しみください。以上、もう一本の情報をお知らせしました。はい、というわけで、あっという間ですけれども、お送りしてきましたテレビアニメもう一本スペシャル生配信、青葉西高校柔道部全員集合もそろそろお別れのお時間となりました。あっという間だ ね、皆さんありがとうございました。もうやっとさ、ついにさ、ね、話せるという、止まらないなよ、そう、止まらないよ、このまま放っていったら多分マジで24時とかになってたてっぺんでしてやってたぐらい、ご飯食べたい、ね、ってぐらいのね、うん、もう熱量でお話ししてきましたけれども、うんうん、ね、最後は皆さんに一言ずつ、うん、皆さんにメッセージをと思います、はい、ではアンナちゃんからお願いします。はい、本日はありがとうございました。私今日も初めて生配信というものに参加して、すごく今日楽しかったです。やったー、本当にすごい、ね、これからアニメがまたね、すごい展開で、うん、熱いので、うん、次10話ですよね、うん、そうです、10話ぜひ見てください。ミスしてる、ありがとうございました。ではでは、ねんねん、はい、南雲アンナ役の日枝寧々です。本日ありがとうございました。もうやっと、本当にやっとこう、なんだろう、南雲のことにも触れられて、みんなとこうやって結構深くね、こう細かいシーンとかにもこう言及できて、今日めっちゃ楽しかったし、うん、まだね、話したりないから、またちょっと別の次の機会があったらでね、次の機会になったらまた多分もう話も進んでると思うんで、またこうやって5人で集まってちょっと作品について語れる機会があったらなと思います。ぜひ、ね、残りの話数もあともうちょっとなんですけれども、ぜひ最後までもうぜひぜひお見逃しのないように見てくれると嬉しいです。ありがとうございます。ちゆちゃん、はい、
今日本当に楽しかったです。すごくすごく楽しかった。もうこのメンバーで集まってやるたびにこういう風に作品のことについて話したいねって毎回毎回言ってるので、こうやってね、この場が設けられてすごく嬉しかったです。道あるときは本当に言いたかったことがここまでもみんなムズムズでも我慢しなきゃねみたいな、みんなが楽しく見るためには我慢しとこうねっていう感じでみんな我慢してたので本当に今日すごく良かったです。そしてこの後もね本当に話がいいんですよ、もうこっからのお話でもう一本沼にはまってったズブ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 もう抜けられないってなった人たくさんいると思います、それくらい本当に原作でめちゃめちゃいいところで、これをアニメでもどうなっていくのか、これまでの作画でもすごかったのにどうなっていくのか本当に期待しててください、最後まで楽しみに見ててください。今日はありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。そして10話次ですね、いやもう胸熱な展開が10話とこれから続いていくので、ぜひ見逃さず見ていただきたいなという気持ちでいっぱいです。そしてね9話までをこうやってみんなで振り返れてすっごく楽しかったです。やっぱりなんか放送中にこうやってなんツイッターとかではつぶやくことはあったりとかしたけど、こう自分の言葉でなんかこの気持ちを伝えれて嬉しかったです。なのでぜひね周りの方にもう一本いいよって思ってくれた方がいたらぜひ周りの方に広めていってくれたら嬉しいなと思います。そしてなあ道着ね、切れた、嬉しい、もう言ってくと叶うんだって思うので、ちょ次は投げられたい、投げられたい、投げられたい、またかけられたい、受け身やろうや、やろう、と思って、私はもう今日すごくハッピーです、よろしくお願いします。ではあやさんはい、改めましてソロが道役の伊藤あやさです。皆さんご視聴ありがとうございました。いやもう皆さん見ていただいて分かった通りもうキャストのもう一本愛がすごくて、もう話したいことだったりもう大好きなシーンばかりが詰まっているぐらいもう本当になんか素敵な作品だなと改めてこのね今日1時間で思いました。で皆さんも本当に私たちと同じ熱量でなんか楽しんでくださっているのはすごく届いております。ツイッターだったり SNS でもねたくさん皆さんの熱い感想を見ておりますし、なんかもっとその先も見ていきたいなって皆さん思いますよね。もっともう一本のことを触れていきたい、もっといろんな姿を見たいなって思う人、こちらもうね3月29日ともうオンエア中ですよね。だからもうオンエア中に DVD でもっともう一本のことを知ることができる、もっと未来へとつながっていくのかなと。未来のあなたたちです。そう、もう一本の未来、私たちも見ていきたいなと、見てみたい。もうこんなに大好きな作品をもっと紡いでいきましょう、原作はまだまだ続いています。本当に胸熱な展開がね、そうなんですよ、やりてーよ、アニメで見てーよ、見たいシーンいっぱいあるんだ本当にね、もうということなので、皆さんの愛情を、これからも、ぜひ一緒になんかね共有できたらなと思っておりますし、またこうやってお話できる機会とかもあったら、今日1回だけなんてもったいない。そうこれね、元に戻しましたから、せっかく来たからもう柔らかくなるぐらいまで馴染ませたいよね。これが体に馴染むまでね。そうなんですよ、まだ硬いからかかりしてるよ。我々気持ちはもうめちゃくちゃ全員ありますので、ぜひよろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。いろんな方向に皆さんこれからももう一本よろしくお願いします。ありがとうございました。というわけで、テレビアニメもう一本スペシャル生配信青葉西高校柔道部全員集合はここまでです。お相手は園田道役の伊藤あやさと、滝川さな役の安西ゆかりと、はい、日浦とわ役の三浦千秋と、南雲アンナ役の日枝ねねと、姫の紬役の永瀬アンナでした。それではバイバーイ。